柳沢倉之助2月20日から1944年3月31日は日本の海軍軍人。海兵46機、海外29機。最終階級は海軍少将。長野県佐久市出身。旧姓長野県野沢中学校より海軍兵学校第46機入校。入校時成績順位は131名中、第6位。 卒業時成績順位は124名中、第16位。柳沢は海軍通信学校高等科課程を修了しているが、当時の日本海軍で通信関係に進む者に成績優秀、かつ健康に恵まれた者は比較的少なく、このことが海軍の情報形種の背景の一つであったとされる。柳沢は主席で卒業している。 海軍大学高校講師学生29期を主席で卒業後、国連海軍代表随員、ジュネーブ海軍軍縮会議随員と国際経験を重ね、第2航空戦隊主席参謀、シナ方面艦隊作戦参謀、普通院派遣委員長を歴任した。第2艦隊主席参謀として、太平洋戦争海戦を迎え南方、攻略作戦の計画にあたり、 この作戦は成功した。その後内地へ帰還し海軍省主席副官を務めた。小髪ね一連合艦隊司令長官の下、連合艦隊主席参謀となった高田利下が病気となり、交代要員として柳沢が捕食される。この人事は横山一郎に発令される可能性もあったが、第二艦隊の参謀経験がある点を買われたものだった。パラオにあった。 連合艦隊司令部は、機動部隊空襲を受けて、ダバオに脱出することとなり、柳沢は、小賀と同じ飛行艇に登場したが、同期は、行方不明となった。柳沢は、巡職認定を受け海軍少将に、特別進級している。富山三沢編、陸海軍召喚人事総覧海軍編では、自席となっている。連合艦隊作戦室から見た。 太平洋戦争 P180、海へ帰る P167 から168。横山は、千人副官を柳沢から引き継いでいる。柳沢の死を、戦死とする文献があるが、公式には、殉職である。官報第4793号、昭和18年1月7日。ありがとうございます。